憲法を生かす政権移行の佐藤修一。本日はこの長崎駅前におきまして、しばらくの間、少々の間をお伝えさせていただきます。ご協力よろしくお願い申し上げます。統一地方選挙、前半が終わり、あさっては統一地方選挙の後半、そして統一選挙の投票日となっております。広島市内は選挙は終わりました。次は参議院選挙があります。そして衆議院と参議院の統一選挙になるかもしれないという状況が出ております。萩生田さんという人が安倍総理と親しいことで有名な、いつも安倍総理のそばに突っ立っていることで有名な萩生田さんという方が、正直やめることが、そしてやめるんであれば、国民の信用と、すなわち解散、総選挙をするというようなことをおっしゃっておりました。政府の方は、決してやっていなくなりますが、調整で人気を落として、庶民のための経済政策、これを求めていきたいというふうに思います。庶民の暮らしが楽にならなければ景気の回復というのもありえません。働く人の給料が上がらなければ景気良くなるはずがありません。安倍総理はどんどんまた外国から人を呼んできて、そして安きこき使うを日本のことをよう知らんのをいいことに、原発の現場で安くこき使おうと、そんなことを企んでおられるようであります。こういうことは許してはいけんのであります。足りないのは給料と労働環境、しっかり給料を保障する、こういったことが必要です。
介護されるオーダーじゃなくて、介護する側の皆さん、こういった方々もしっかり応援をして、共倒れにならないように応援をして、まあ、そういった法律、そういったものを、私、サルゴ市で作ってまいりたいというふうに考えております。衆議院と参議院、同日選挙という可能性も出てまいりました。この広島3区、安佐南区、安佐北区、そして、秋坂田市、そして山形区、いわゆる広島3区、野党の候補者が決まっておりません。解散総選挙と目標になった場合には、私自身、野党と市民の統一候補に手を挙げ、そしてしっかりガツンと、消費税増税落ち込むとんでもないのはもちろんでありますが、人々のための経済政策、すなわち庶民の暮らしを良くする経済政策、これをガツンと打ち出してまいりたいというふうに思います。今回も最近の総理のお友達とか運営企業動画にもそういった人たちのためではなくて、バーンと庶民のために使っている、そういった彼の使い道をバーンと考えております。